ここがね有名な焼き鳥弁当で有名な長谷川ストアです。ちょうどね函館の駅前にあります。そしてねなんとモンチッチです。モンチッチ、モンジュル君はね今長谷川さんのあの皆さんに聞いたところね、ペコンバカードが使えるということで今ねグッズを買っていきたいと思います。この間ね、一昨日ですがタイヤさんに行った時にね同じようなグッズを売ってました。伊佐の奥さんはね箸がいいということで私もね箸を買っていこうかなと思います。あとねセイコーマートではないんですけども北海道限定のね焼きそば弁当、これはタオルでしょうかね、 T シャツでしょうか、 T シャツか、 T シャツですね。こんなものまで長谷川ストアは売っています。ではね私もこのバッチをね買っていきたいと思います。長谷川さんの社員の方にもういらないからあげるわよと言ってね今まで発行していたカードをいただきました。もうねテコマカードに完全にね入れ替わっちゃったということで長谷川ストアカードはないそうです。ただねこのカードに書いてあるようにセイコーマートタイエーと書いてあります。本当だ、これ貴重だな。とっても貴重ですよね。私はねこれを大切にしたいと思っています。先ほどね6時に来たんですけども本日のね営業時間終了してました。実はね営業時間が19時ということだったんですけども1時間早く店じまいになってしまいました。残念です。皆さんおはようございます。ゆうたろうと文次郎です。今日は令和3年9月の18日日曜日です。ちょうどねモンタロクモンジュロクのお友達がこちらにねいます。まだお店は開いてないので中には入ることはできませんがそのお隣にね焼き鳥弁当で有名な長谷川ストアがあります。実は昨日ねここにやってきたんですけども3時前にねやってきたので夕飯にこちらの方で、ご飯をいただこうと思いましてグッズだけを買ったんですが実はですねラストオーダーが8時45分ということで書いてあったもんですからじゃあ6時に来れば間に合うなということで文次郎君とやってきたんですがもうねオーダーストップになっていました。とても残念です。で今回はね7時に開くということなんですけどもホテルでね朝食がついていますので残念ながら今回はね焼きそば弁当焼き鳥弁当を食べられないんですけども釧路でねこの系列のタイエーというところでね焼き鳥弁当を食べましたので文次郎君をねそれで我慢すると言っています。また函館にも来る機会があると思いますのでその時はねこちらに寄って食べたいと思います。昨日ねグッズを買う動画を撮りました。その時のね動画も見てください。